建築行為とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物を建築する行為を言い、建築行為に伴う規模や建築物の用途に応じて各種の許認可を求められることがある。建築基準法第2条第13号によれば、建築とは、建築物を新築、増築、改築、または移転することを言う。新築とは、 一般的な用法としては新たに建築物を建てることを指すが、建築基準法では原則的に建築物相互が有機的なつながりを持ちよう途上不可分の状態にない限りは一つの敷地には一つの建築物しか建築してはならない。このため、法令上の建築行為としての新築は建築物が建っていない敷地、もしくは建築物を除却した後に、 さらちとなった状態の敷地に各種関連法令において適法な建築物を建てる行為を言う。新築はそこに新たな用途が発生する行為と考えられる。発生する用途がその場所の用途規制の範囲内であれば問題ないが用途規制に触れる用途の場合特別な場合を除いて新築はできないことになる。増築とは一般的な用法としては既存の建築物に 建て増しを行い床面積を増やす工事を指すが、建築基準法上は、同一の敷地内に用途上不可分な建築物を別に建築する場合も、指す。床面積が増加した後の状態が既得権による緩和を除き都市計画法で定める用途地域に適法な建物用途であること、建築基準法で定める建物用途や建物規模に応じた防火に対する、 建物構造や避難施設に代表される建物設備が適法であること、道路車線や臨地車線等の形態制限において適法であることが求められる。ある建築物を増築した場合、原則として既存不適格は解除され、胸全体を現行法に適合させなければならない。しばしば、これは技術的、資金的に非常に困難であり、建築物の増築に対する 大きな障害となっている。また、ある敷地内に増築を行った場合、敷地に関する集団規定についても、既存不適格が解除されるとする解釈が主流であるが、同一敷地内に二個道路の交代部分や何らかの車線制限、日陰制限にかかった建築物があったり、接道義務を満たしていなかったりしているために、事実上、増築ができない敷地も存在している。 その敷地の用途自体を特に変更したのでない限り、増築行為をもって用途が変更されることはない。このため、増築は原則として新たな用途の発生しない建築行為とされ、用途規制が問題になることは少ない。建築とは一般的な用法としては既存の建築物を破壊して床面積を減らす工事を指す。増築の逆の建築行為である。増築した場合は、 基本的には、既存不適格は解除されるが、建築基準法施行前の増築は稀に既存、不適格になることがあるため、あえて床面積を減らす工事をすることがある。改築とは、一般的には建築物の外部や内装に手を加える、いわゆるリフォーム工事を指すことが多いが、法令上の扱いでは、建築物の全部もしくは一部を除却し、またはこれらの部分が、 災害等によって滅出した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることを言う。従前のものと著しく異なるときは新築または増築となる。なお、使用材料の新旧を問わない。と定義され、一般的な認識とは全く違っている。改築の場合も増築と同様、既存不適格が解除される。 改築においては既存建築物を一度撤去するため、単体規定が問題になることはないが、集団規定については、解除により敷地全体を現行法に適合させる必要があるとの解釈が主流であるため、事実上、改築ができない敷地も存在している。敷地内の既存の建築物をべて撤去し、一度さらにして、新たに同様の建築物を建て直す際、 ほとんどの場合は、法律上は新築と改築で区別されず、適用される制限も全く同一である。しかし、その敷地が用途の制限を受けている場合、新築と改築では全く意味が異なる。この問題は、用途制限上の既存不適格や、市街化調整区域内に許可を受けて建てた建築物、だ法令により新築が制限される用途では重要である。 これらを新築することは難しいが、改築であれば、比較的容易に建築可能なためである。ただし、上記の通り、建築行為における、改築の定義の中には、規模や構造も含まれる一方、用途規制においては、構造は特に問題ではなく、規模の制限すらない場合もあるため、理論上、建築行為としては新築だが、用途規制においては改築とみなされる場合もあり得る。 しかし現実には、こうした扱いは、大きな混乱を招く上、著しく異ならないの定義も曖昧であるという理由から、用途が同一である限り改築として扱うことが普通である。なお、建築基準法以外の法令においては、改築の扱いが異なる場合がある。一点とは、同一の敷地内で、英家を行った後に適法な状態にする行為を言う。 建築物は敷地と密接な関係があり、建築物を支える地下構造物の基礎にあっては、個々の土地ごとに支持地盤の深さや性質が変わり、移った先の周辺事情が変わることで、各種形態制限も同一のものではなくなるため許認化が発生する。他の建築行為と異なり、移転においては既存不適格が維持される。例えば構造規定が、 現行法に適合しない既存不適格建築物を移転しても、その構造を現行法に適合させる必要はない。別の敷地に英家を行った場合、元の敷地では除却、英家先の敷地では新築を行ったこととなり、移転としては扱われない。このため既存不適格は解除される。ありがとうございます。